え昨日夫と車で近くの桜並木を通って今年のお花見をしました、えー、薄曇りの空に満開の桜のピンク色がとても優しく映っていました今年も桜が見られたねって夫と母の口癖を思い出しながらささやかなお花見を楽しみましたうんいいですねえ実は昨日、えー、息子が運転してくれてる車に乗って、えー、あそこのお堀端をこう走ってた時に 夜桜がライトアップされてたんですねその時に母を送り迎えしていた時のことを二人同時に思い出してました思い出すよねって言いながら通過していって日本人って不思議だなと思うのは桜の花にいいろんんな思い出があるんですねだから新学期とか卒業式が桜の花の季節となんとなくこう重なってくるから。 なんか他の国の人とは違う思い出が桜の花にはやっぱりあるんだなってそれで先週「桜」っていうのは特別な意味を持った言葉なんですよという話をちらっとしたんですけどもラジオネームアリエスさんから「先週の放送で桜を調べてみましたさ」っていうのと「くら」「さ」っていうのは実は神様のこと「くら」は「座るところ」という組み合わせでできている言葉だと知りました。 「桜は春に神様が降りてきて座る場所なんですね」と日本にはこういう美しい言葉がたくさんあることを知り感動しました「桜の名前の由来の一節を知るきっかけを作っていただきありがとうございました」これはあの聞いて自分で調べられ,るられた方は、えー、何か発見があるから、えー、きっと良かったと思ってもらえるんだと思います「桜」っていうのはこれギリシャ語の表現なんですね「さ」っていうのは神様。 そして蔵は神様がいる場所だから桜っていうのは特別な花なんですよっていう